よろしいでしょうか。それではただいまから視聴記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時を予定しております。会見の円滑な進行にご協力いただきますようよろしくお願いします。本日は市からの発表案件でございます。案件は広島平和記念資料館の展示更新についてです。それでは早速ですが、市長よろしくお願いいたします。はい。平和記念資料館の展示更新についてご説明いたします。この度平和記念資料館の展示更新について具体的な展示内容を皆様にイメージしやすくお示しできるような状況になりましたので説明をしたいと思います。被爆者がこれからしておりまして、どのように被爆体験を提供していくかということが大きな課題となっている中で、原爆の非人道性であるとか、原爆被害の凄惨さなどをですね、これまで以上に伝えていくということをするために、平成30年度の完成を目指して、平和記念資料館の本館と東館合わせた常設展示の全面的な更新を行うことにいたします。まず現行の観覧の動線でありますけれども、被爆の実相を伝える本館の平均観覧時間が全体の4割の約19分というような状況であるということから、来館者が時間をかけて観覧できない場合であっても、被爆の実相に関する展示を十分観覧していただけるよう、観覧の動線というものを変更するというのが必要であります。次に更新後の展示構成につきましては、観覧動線の変更と合わせまして、被爆の実相、核兵器の非人道性、こういったものをより分かりやすく伝えていくという意識目標心のもとにですね、常設展示の構成を4つの展示ゾーンに再編いたします。1つ目が導入展示、2つ目が被爆の実相、3つ目が核兵器の危険性、そして4つ目として広島の歩み、この4つの展示ゾーンに再編いたします。これに被爆の実相というものをですね、中心的なものという位置づけができるというふうに考えています。被爆の実装の展示内容については、基本計画に掲げました展示整備方針に基づいて、被爆の事実、そのことをストレートに伝える、実物資料の原因というものを重視する。そうとですね、原爆の非人道性とか、原爆被害の甚大さ、凄惨さ、被爆者遺族の苦しみ、悲しみといったことをこれまで以上に伝える展示内容になるんじゃないかなというふうに思っています。具体的な展示内容についてはですね、令和記念資料館の方から画像を示しながらですね、説明いたしますので、ご覧ください。はい、資料館長の資料なんですけど、私の方から具体的に展示更新の説明に入ります前に、現代の展示について簡単に振り返ってみます。東館から今入っていただいております。東館の1階では、被爆前の広島の歴史、それから、原爆の開発と投下に至っていく、こういったものを展示しています。でその1回見ていただいた後、2階に上がっていただいて、復興の歩みをご覧いただきます。でそのまま3階に上がっていただいて、核兵器の現状、それから広島市の平和への取り組み、こういった観覧をしていただきます。でさらに渡り廊下を渡っていただいて、本館に入っていただくと、被爆の実相をご覧いただきます。こういった展示になっています。現代の展示では、この本館は、熱線による被害、爆風による被害、それから放射線、大火災、こういった原子爆弾のいわば物理的な高い脅威、被害を伝えております。
で、観覧を終えていただきますと、こうぐるっと回っていただいて平和公園に出ていただく、こういう動線になっています。で、先ほど、お話があったように、この資料館全体の観覧時間は平均で45分、そのうちこの本館の、観覧時間は約19分、こういった調査結果が出ております。この辺りを何かしたいということでございます。で、リニューアル後の展示がどうなるかということでございます。まず観覧動線です。東館から入っていただいて、その南側にございます、作りますエスカレーターをそのまま一気に3階まで上がっていただきます。で、この3階で導入展示という展示をご覧いただいた後、そのまま渡り廊下を渡って本館に入っていただきます。この本館が先ほど申し上げたように被爆の実相を伝えるという施設、展示会になっています。で、今度はそれをそのまままた東館に戻っていただいて渡り廊下を再度渡っていただきます。で、この時点で、渡り廊下往復がございますので渡り廊下の拡幅を調査しています。で、今度は東館に戻っていただくんですが、ただしそのご覧いただくのは、核兵器の現状、それから広島の2階が広島の方の歩み、そういった展示をご覧いただいた後、1階において、出てきた内閣審査、こういう流れになります。それでは観覧動線に従いまして、フロアごとに説明をさせていただきます。まず東館の入り口でございますが、このエントランス部分です。ここはフリーゾーン、観覧料を払う、お支払いいただかなくてもご覧いただける、利用していただくフリーゾーンにいたします。で、平和公園との親和性を高めるために、視線を遮る展示物、これは撤去いたします。ここはこんなに見晴らしのいい空間といたします、開放的な空間といたします。それからその思想で基づきまして、このカウンターですね、これもオープンカウンターにいたします。観覧される方はこちらで、入会料をお支払いいただいて、失礼しました、一気に3階まで上がっていただきます。で、エスカレーターをご利用いただけない方はエレベーターを使って3階に上がっていただきます。で、3階に上がっていただきます。で、そういたしました導入展示をご覧いただきます。で、導入展示の前半分は被爆前の広島を展示いたします。例えばこういったちょっと画像悪いんですが、広島の戦前の広島を展示いたします。被爆前の広島です。それからそこをご覧いただいた後、今度は次のコーナーに参ります。失われた広島というようになります。こういうふうに被爆後のパノラマ写真をご展示いたします。今映りましたホワイトパノラマでございますが、これは、爆心地を中心に半径 2.5 キロの地形を白色の模型で表します。で、その白色の模型に被爆当時の航空写真のデータをもとにプロジェクターで映像を投影いたします。その映像は被爆前と被爆後の2つを、一つの相違性を持って展示、投影いたします。具体的にはこんなものになります。で、大きさが、ちょうど今本館のパノラマを少し小さくしたような大きさになります。で、このパノラマでは被爆の前後を同時に表現、で順を追って表現するわけですが、展示室の混雑状況を除きまして1分間のものと、それから30秒間のこの2つの状況に応じて使い分けるという状況にしています。で、これが被爆前の広島です。で、もう少し拡大いたします。これは中島町をちょっと拡大したものですが、このように、
から で表現いたしまして、この中には路面電車や船の動きと人々の生きる姿、人の存在を感じ取っていただく、そういうふうにしております。でこの後、現場の動画がございます。でこの間に記憶部門の映像あるいは効果音を使用といたしまして、原爆の実験動画を実感していただきます。で、配布の映像を展開いたします。で、これをもう少し拡大いたします。これも中にありますが、ね、これは基礎データとなります航空写真、同様に白黒の表現も想定しております。これが導入、今まで申し上げたのが導入点にしているんです。でここを通り過ぎていただいて、入ります本館の被爆の実装、こちらが当館の中心的な展示になりますが、まず、前半の8月6日の広島のゾーンを通しております。その後半の被爆者という2つのゾーンになります。でまずこの8月6日の広島ですが、8月6日の惨状、さらに放射線による被害、こういうコーナーを設けます。でさらに被爆者のゾロンでは魂が叫び生きる、こういった2つのコーナーで構成いたします。でこの本館全体でございますが、現在の展示ご覧いただきます、本館をご覧いただきます。なかなか全体を見通すことができませんが、この度の展示ではできるだけ視野を下げるものを排除いたしまして、本館全体を見通せる、そういった展示に構成を切り替えるということになります。次に参ります。この8月6日の惨状でございますが、今時間が入っていただいて、このように見返りますと、まず原爆の投下、それから爆心地、都市の壊滅と人の被害、救護所の惨状、混乱の中の救援を切り抜かす、こういった展示になっています。でこのうち、最初の部分、爆心地、それから都市の壊滅と人の被害の展示、これを指示によるシミュレーションしたものを作っていますので、それをご覧いただきたいと思います。原爆被害の特徴でございます放射線による被害、これを伝えるために
まず急性障害、それから乳歯肥満、それから黒い病、こういった展示をいたします。ここで、ですが、先ほどもそうなんですが、できるだけ低いケースを使いまして資料を間近に見ていただく、こういう写真をいたします。で、こういった写真を、あるいは資料を使います。で、続きまして、その本館の後半部分、先ほど申し上げた被爆者のゾーンでございますが、でこちらでは、中心的なものとなりますのは遺品でございます。で、一点一点の遺品と向き合っていただく、そういった展示が主になります。資料とともに遺影を展示いたします。で、そうすることによって、一つ一つのその遺品の背景にございます被爆の状況、あるいは家族、亡くされた家族の思いを紹介いたしまして、一人一人の命の存在と重さを伝えるということになります。それからもう一つは、健康被害や家族を失った悲しみ、苦しみといった日本の傷など、今日まで続きます原爆被害の実態を被爆者の体験、後ほどちょっとご紹介いたしますけども、ご覧いただきますが、そういったものも展示で紹介するようになっております。で、魂のこの先にのコーナーでございますが、魂の先に、それから外国人被爆者、今、今前任ではこの外国人被爆者を復帰したコーナーを作っておりますので、この一人コーナーを作ります。それから市民が描いた原爆の、ロミックスの内容を紹介いたします。で、魂の先にのコーナーの立面図でございます。遺品、それから被爆資料、そういったものを通して、亡くなった人や人の作品に使える、こういう中に持っています。で、資料の大きさ、形に合わせまして、ケースを、自分の低いケース、大きなケースに使い分けて展示をいたします。それから、魂の作品に入れて、展示をしているという資料を作品になります。すべて遺品でございます。で、魂の作品のコーナーの最後の作品では、市民が描いた原爆の、つまり産業を実際にご覧いただいた方がご自身の手でお書きになった、それで資料館にお寄せいただいた原爆の絵を展示いたします。さまざまな絵がございますが、総計5000点に今発しております。そういった作品、絵を、テーマを設けながら、随時更新しながら展示している結果でございます。で、この絵をご覧いただきました上で、本館最後のコーナーですが、ありきというコーナーで移っていきます。これが今予定している、原爆の絵でございます。数点ございます。で、最後のコーナーでございます。ここでは家族を失って、それから交渉が、最後の心の危機を抱える、こういう3つの内容で構成いたします。コーナーのイメージ、こちらではこういった遺品と資金に寄り添っていただいて、被爆者の思いに向き合っていただくことになります。で、この心の傷を抱えてでございますが、先ほど申し上げましたように手記を読んでいただきます。手記から抜粋した文章を展示いたしますと同時に、タッチモニターを設置いたしまして、選択して読んでいただく、こちらも可能にいたします。で、日本語と英語の表記で展示いたします。で、今まで申し上げ、ご説明したのが本館の展示です。この本館の展示をご覧いただいた後、東館に戻っていただきます。
また再び明かりどうかを語っていただくわけですが、そういたしますと、今度はビデオコーナー本公演です、こちらでは証言見て、今日を上演いたします。現在ここはビデオコーナーもございますが、ミュージアムショップが設置しております。レストスペースも設けると同時に、個別のビデオブースも設けます。でその後作っていただくのが3階の展示エリアのところです。こちらでは核兵器の危険性というゾーンで、3つ原子爆弾の調査と開発、それから原子爆弾の強度、核の時代から核廃絶、こういった3つのコーナーを設けます。で、本館ではどちらかというと人間的悲惨さ、あるいは被害者の視点による展示表現を使いますが、こちらでは科学的な知見に基づきまして、例えば広島と長崎に投下された爆弾の総意であると、現在本館で展示しております熱線爆風放射線、そういった被害について分かりやすく模型や映像を用いて展示に解説していくようです。でここでは今映っておりますがメディアテーブルという今までは使っておりませんタッチパネル式の大型の検索装置を設けまして、壁面の展示と分かりやすい情報を見ていただくようにしています。でそのメディアテーブルになるものですが、東側の3階と2階にも設置いたします。でこのようなかなり大きなタッチパネルです。でこのタッチパネルでは、できるだけ検索しやすいように層の浅い構成をいたしますけれども、前後ろ2列に並べて、手前には子供用の一問答のボタンを設置いたします。できるだけ分かりやすいかつ深い内容を打って、このいわゆるコンテンツを構成する。で最後のゾーンでございます。東館2階です。広島の歩みと発表しています。こちらでは戦時下の広島と北国戦争、それから広島の復興、さまざまな支援、それから、最後平和な世界を作るというコーナーを設けます。例えば広島の復興さまざまな支援というところでは東戦直後の混乱から平和記念都市建設方法などによって進展した復興事業、それから被爆者援助施策などについて分かりやすく展示するということになります。でこの会にも、先ほども説明いたしましたメディアテーブルを設置いたします。これが各フロアの展示内容でございますが、その展示形式について少し説明いたします。ゾーンサインとコーナーパネルゾーンサインというのは、ゾーンの全体を説明いたします。簡単にかつ小学校にまとめたタイトルを作りますが、これはご覧の通り日米中韓国4カ国語で、設置を展示いたします。でその上で各コーナーの解説ですが、コーナーパネルというパネルによって、説明をいたします。でこれにはやはり4カ国語で表記いたしますが、このコーナーの展示内容を簡単に概観できるようなそういう展示いたします。で、実は今観覧される方から苦情をいただいているのは英語がちっちゃすぎる、見えづらいというそういうコメントをいただいておりますので、日本語も英語も同じ文字の大きさで表示いたします。で、さらにこちらでは一モニターを用意いたしまして、中国語、例えば中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語など現在も国語を用意しておりますが、そういったモニターによって、解説を選択できる、読めるようにいたします。でこのモニターを使いまして、
は福島と書いてございますが、日本語の手話映像も選択可能といたします。でさらに、視覚に障害をお持ちの方のために特定ニーズパネル、これも用意いたします。で、最後、ご覧いただいて、降りていただきますのが東館会でございますが、こちらは入館料払わなくて、お支払いいただかなくても入っていただけるフリーゾーンにいたします。でそこでは従来地下の企画展示室で行っておりました企画展示室を設けます。でさらに、インターネットにアクセスできるコーナー、あるいは今ダイヤルノートを設けます。こちらを書いていただくというのを思います。でさらに現在館内に入っていただければアクセスできないミュージアムショップをこの1階に設けまして、どなたでもご利用いただけるそういう構成にいたします。で、このスケジュールでございます。で、ご存知かと思いますが、すでに東館は改修工事を行っております。で、この改修工事に終わりますのが平成28年でございます。リニューアルをいたします。その後、本館に工事を着手いたしまして、すべてのオープン、グランドオープンが平成30年、こういうスケジュールで出てきています。以上、ご説明をさせていただきます。で説明は以上なんですが、一つもう一つ添えさせていただきます。ずっとこういう計画をしながら考えてたことがあります。今回のこの展示は、甲子園の展示は、実際に、あの日を体験された方がご覧になる最後の展示だろうと、そういう意味で、この展示っていうのは今までに増して大事な重要な、展示の仕事、あるいは最後だろうかと思っておりますので、申し上げてよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではただいまの件に関連いたしまして、質問をお受けいたします。質問される方はまず中目を名乗り質問をお願いいたします。それでは、質問ございませんでしょうか。はい、私の顔です。改めてということになるんですけども、以前のジオラマについての、いろんな賛否があった中で、もう一度市のこと、市からですね、なぜジオラマ提起されるのかということを今後注視するところにお伺いできないでしょうか。今、現地のですね、内容ちょっとご説明いたしましたけれども、この内容については多くの方の意見をいただいて、有識者の市の方の意見もいただいて、検討会での結論を踏まえて、より被爆の実装をですね、リアルに伝えるためにということで、大幅なですね、組み替えをしております。それをやるということを前提にした上で、ジオラマ保険については、ありのままを伝えるという考え方を持ちにあるのから撤去とか外界展示の方がいいんじゃないかという流れの中でですね、出てきた話でありまして、今ご覧いただいて、どうでしょうね、ジオラマ模型がなくても人が伝わるようなものになるんじゃないかという受け止めをしていただけるようになったんじゃないかと思うんですけども、ただ今までの議論の過程の中でですね、ジオラマをなんとか残しちゃうという動きもありましたので、その点については今年の1月に検討会議の中でですね、被爆の再現人形の保存活用ということになるかなという意見になりましてですね、常設展示というところまでは今の流れの中でですね、進んでいますけども、企画展示ですね、企画展覧をやるときにはですね、そういうものを使えるように
戻していこうというご意見をいただいてますので、まあ、そういった対応の中で、引き続きですね、うまく調整しながら、まあ、いろんな意見をですね、参加しながら、いろんな実装を伝えるようにできたらなというふうに考えています。去年の7月頃にそのイメージが分からないという声が多かったら、まあ、技術的な面で改善したいとかっていうお話をされてたんだと思うんですけども、それは今回そのホワイトパノラマっておっしゃってました、あれが該当するような形、それとも、まあ、今回も必要ないっていうか、まあ、必要ないっていうのは言いようないんですけども、今見ていただいて全体を通じてですね、皆さんへの実装の伝え方が今までと様変わりするんですね。本館のところは、いわば影響を与えたバフとか熱線とかですね、放射線というような、なんか分析的な展示方向になってたのを前面に変えましてね、時の経過とともに、人々が経験したんですね、流れに沿って見ていただけるように、まあ、そこでかつ、実写といいますかね、写真とか、皆さんが実際に手がけられた。影響を受けた資料とかね、そういうものが出てくるわけですから、そういった流れの中で、ジオラマの模型が本当にいるんだろうかということになったというのは、目覚めたんですね。そして、そういった現状を見る前後で、やはり広島の町の変遷とか、マクロの視点でのですね、見方とか、そこらを勉強していただくときにも、時間を取ってゆっくり見ていただく方、あるいはある程度早めに通過したい方々の動線まで入る、さまざまな工夫されてますのでね、それを全体でこう、一回吟味していただければですね、必要な動きが絶対なくてはいけないというふうにはならない、まあ、あった方がいいなというぐらいのご意見は、まあ、あるんじゃないかというふうに受け止めながらですね、ただ、ある程度その次のグランドオープンした後の姿を私なりに、身近でこうね、触れることができてたので、どうかなと思って、皆さんにそういう丁寧な説明はまだ、ね、できてなかったものですから、その辺をまず見ていただいてという議論の仕方をしてまいりました。今回見ていただいた上でご判断いただければ最低だと思いますね。ということで、よろしいですか。はい、それでは他に質問ございませんか。はい、中国新聞の田中と申します。今のことに関連してなんですけれども、以前の記者会見でも今日は、まあ、マスコミに公開されましたが、一般の方についてもその分かりにくいであろうから説明の場を設けたいというようなこともおっしゃっておられましたけど、その一般への周知というのはこれからどういうふうにしていかれると思いますか。工夫がいると思うんですけど、どうですかね。そういう場を設けるとかやってますかね。まあ、少なくこういう形でうまく広報していただくのが一番効果的だと思うんですけども、もう少ししっかりね、まあ、問題意識を持っておられて本当に人になるかというのをぜひ見たいという方が、まあ、おられるようであれば、そういった方への詳しい説明をですね、ちょっと工夫してもいいかなと思います。ちょっとまだ今具体的にどうこうするというのは、でも自分が納得いくぐらいの情報量を得てこういうふうになってますからね、どうなるかということを思っていられる方に同等の情報がですね、必要な工夫をしたいと思います。今日の動画なんかもすごい分かりやすかったですけども、例えばそれはネットでこう見れるとか、そういうことはまだお考えじゃないですか。ホームページで見られるとか。どうかね、まだそこで考えるまあ宿題ということで、はい、皆さんこういう形で見ていただいて分かりやすいという評価いただけるんじゃないかね。それを多くの方に実感してもらえるようなそういうことをしていきたいと思います。ちょっと別の話でもなんですけど、はい、エントランスホールのその視界を妨げるものはなくすっていう話だったんですけど、今ある最高のあれとかじゃなくなるってことあれは国際会議場とか映される、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ今の発表案件に関連して他に質問ございませんか。はい、ホームテレビの新田です。よろしくお願いします。
被爆の実像に関連したようなご質問なんですけれども、今回あの被爆の実像のを伝えるため の充実を図ることに、一番力を注がれているかと思うんですけれども、前の今の様子と比べて被爆の実像の伝え方ですよね、これが今まで以上に伝えるためにどういった工夫をされたといいますか、どういったことを特に強調されたのかというのを改めて伺いたいことですね。あと、あとは被爆の実像を伝えるということが非常に大切だということを、市長も NPT の準備会議でも、昔海外の方にもアピールされてますけれども、海外の方が見に来られた時にですね、広島の被爆の実像が分かりうるものになっているのかどうかということの、そのアピールの大切さについてもちょっと一緒にお話しいただけますでしょうか。工夫は繰り返しになりますけども、現状の判断の仕方をですね、まずしっかり分析していただいたというふうに思うんですね。全体が45分ぐらいかかっているという状況の中でですね、広島の東館入ってですね、まずそこで1回を見て、2回を見て、3回まで上がっているという、その時間帯でですね、最初来た方々、どんな広島だったんだ、どんな原爆落ちたんだろうという、予備知識を得るような時間帯で結構時間かかってですね、で時計見たら、なんやっていうので、放射能とか熱線とか、原爆風という根幹のところもですね、わざわざと行ってしまう、それが20分足らずの時間になっているんですね。その時に、先ほど必要なものなんかあると、説明とかね、読まなくても一緒に残るから、あれだってすごいんだって、こういう風になってたんじゃないかと思ったんですね。でそれを今回は、動線内を完全に変えて、入ってすぐにですね、本館の方の状況を見ていただくようにし、まず、被爆の限界がどうなったかということ、そこでどんな経験をして、どんな思いになったかということをまず見ていただく。それから、いわば、広島の歴史などをですね、紐解くという、どうなってますかね、ここの実情の使い方の動線内を完全に変えたということがですね、私は大きいと思うんですね。最初にこう、直に被爆に遭った方々の状況にこうポンと打ち込まれるというか、そこに入っていくということで、印象がまず強くなるでしょう。そしてそこでこう受け止めて、自分も一緒に考えていくんですね、被爆して、その後の救援活動がどうなっているか、黒屋根があって、そのゴミがどう思ったのか、時の流れとともに一緒にこう考えていただきながら、さてじゃあ広島どうだったのか、こんな、そこの点が本当に被爆の実相に力を入れた点じゃないかなと理解しています。そして海外の具体については、先ほどありましたように、4カ国語で基本的なことは見ていただく。多くの最初の方は、英語などがですね、ベースになっているというところもあります。そこでまずしっかりやるところに、15カ国、こうしての詳しいところはですね、自分が知りたいところを書き換えて、ちゃんと出てくるようにしてますからですね、そういう目詰めなどを見ながら、実装のところはそんなにね、言語ではなくても、見ながら、さて解説の場面のところでしっかりそういうものがですね、読み取れるというふうな風になっています。トータルとしてアピール効果の強いようなですね、構成になっているんじゃないかと思います。よろしいですか。それでは、広島です。広島です。原爆資料館の役割として展示とともにもう一つ保存というのもやはり資料館の重要な役割があると思うんですが、先ほど館長の方から あの日を体験した方がご覧になる最後の展示になるのではないかということで、被爆者の方の平均年齢も高くなる中で、ある意味その被爆資料を提供してもらったり収集したりする意味でも本当に最後の重要な時期なのかなという気がするんですが、今回のリニューアルのタイミングでですね、例えばその保存収集のあり方など、あるいは何か広い呼びかけなど何か考えていることがもしあれば教えていただきたいんですが。実はヒントに関してはですね、毎年呼びかけはしております。体験記あるいは遺影、そういったものを常に呼びかけはしております。で、
今回70周年を迎えまして、今日からマスコミの方たちに取り上げていただいて、さあその非常に申し込みたりは社長の経験でございます。そういったことを通じまして、その資料の収集には努めてまいりたいと思います。ただ、保存に関しましてはなかなか悩ましいものでございましてですね、どういった資料が集まっていないか、そういう意味では、これちょっとそういった保存の方法に対して、ちょっと指揮経験者、あるいは研究所を交えて、研究していきたいと、そういうことを感じています。大丈夫ですか？それではこの発表件に関して他にご質問ございませんか。ちょっと次は今回核兵器の危険性というテーマがあるんですけれども、そこの内容をもし踏み込んで伝えるようだったら、危険性を訴えるところまでなのか、解説までの、具体的な取り組みであるとか、2020年あるいは核兵器基本核兵器条約ですとか、どこまで踏み込んだ内容にする、ご予定でいらっしゃるのかを伺えないでしょうか。被爆の実装ということをベースにしてますから、危険性ですね、本当に見た方が あってはならないという気持ちを持っていただくぐらいのところまではですね、絶対必要条件として展示したいと思うんですね。でその持ちの展開といったことを受け止めた後で、どういうふうにしてこの世から核兵器をなくしていくかという、いわば方法論になるんですね。ですからその点に関しては、今は少なくとも東洋会議というメンバーで2020ビジョンというものを掲げて、そこまでに全て頑張ろうというのをやってますから、そういったことをやっているという紹介も、やりたいと思うんですね。それをどういうふうに受け止めるかということについてはですね、それぞれのお立場がありますからね、情報提供するというぐらいのところで、やるべきかなというふうに思います。吉田さん、はい、それではこの件については以上とさせていただいてよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、それではまだ少し時間がございますので、発表案件以外の質問をお受けしたいと思います。質問ございませんか。中国新聞の川崎と申します。伺いたいのは JR 広島駅前南口広場の再整備について、先週4回目の地元の住民説明会がちょっと終わって、地元から提案があった循環ルートの説明を主にされていまして、地元からも自分出席させていただいた非常に賛否があったんですけれども、それを受けて説明会を受けての、今現在の委員会の説明を終えてとしての受け止めと、委員会でも今年度できるだけ早い時期に基本方針を決定とあるんですけれども、そのあたり具体的な目処といいますか、そういったものがございましたらお伺いでしょうか。まず当社の議会でも言っている通りでありまして、この今年度のできるだけ早いというのは、変わりません。そこは変わりません。基本方針ですね。そういう情勢になっているのは、今回の、地元説明会への、ね、成果というか、反応がどうだったかということがベースになっていますね。言われたように、地元説明会は12日から17日まで6回開催して、今回は74名の方が説明会に来られたというふうに報告を受けています。それから、その際に多くの説明ポイントがあったり、今年の3月に地元の方から提案をいただいた循環ルートの整備という提案内容ですね。それまでは前提を廃止して、機能をするから、なんとかならないということで、バス路線というです
ですね、カバーするとかっていうのはどうでしょうかっていうのは議論していたところ、なかなかバスローゼンでは住民の気持ちとして損得がない、レールが残るというところがポイントだというのは議論があったなと今は頑張らず右に曲がってる電車って、例えば左に曲がるようなことはできないのかっていうのは曲げてしまえば、あとはまた電車の運行スケジュールとかですね、全部を全部開始しなければいけませんけど、ちょっと感受性ができるか、そこを電車を回すようなことをすれば、ね、随分違ったので提案を受けました、まあ、それを、含めてそういうご提案の中でどうでしょうかと、こういうふうに検証したところが実現可能性があるということになりましたということを含めてご説明したところ、まあ先ほど言われたように全体としては循環ルートを含めてやるのであれば駅前の走り方は理解できるんじゃないかというふうなことになってくるんですね、まあ、そういう意味では大きな反対意見があったという意味を説明しません。実際に出席者からあった意見ということでピックアップしてここに来ていますのは、駅前を走るとの交換については景観に配慮してほしいです、景観に関する意見、それから循環ルートを実現するとしてもですね、例えば運行便数とか利用者の利便性といったものを確保するということが必要じゃないかという意見、さらにはこの部分的な話もようなんだけど、駅前駅、広島駅前の周辺ですね、その環境整備もきちっと推進して、街づくりそのものをちゃんと考えていけないというのもあるというか方向を取ってきますので、まあ、そういったそのご意見も含めてですね、今後の対応考えます。とりわけ第一義的には広でのレールの話がありますから、この含めて関係者と十分協議して、さらにその上で先ほど言った警戒に配慮したものをどういうのことをですね、関係者と十分協議するということを言うと、そういう意味でそれらをある程度整理する時間がかかるということも考えながら、またできるだけ早い時期ということで、今段階で多分現場のコンテンツのできるだけ早い時期に持ってきましょう。そこで確認なんですが、今回4回目の今お話になってちょっと確認なんですが、4回目のこの説明会で地元の方は理解は得られた、まあ、ある程度理解は得られたというふうに捉えていらっしゃるので、よろしいですか。はい、わかりました。よろしいですか。それでは予定の時間が過ぎておりますので、次の質問を最後にさせていただきたいと思います。で、質問ございませんか。中学新聞です。安倍首相がですね、憲法解釈の変更について、改定されまして、で政府でも検討を始めましたけれども、これに対する受け止めとですね、今回の基本的な方針では、その集団的自衛権の行使が許されないという従来の見、見解とちょっと変わっていくのではないかと思うんですけれども、それに対するお考えをお聞かせください。はい、これに関してはですね、今までの憲法解釈というのものをですね、ちゃんと受け止めて、結論からすると私自身は国民への丁寧な説明と時間をかけた慎重な議論というのをぜひやっていただきたいというふうに思っています。その心はということなんですけれども、今回こういった動きが起こっているのは、その集団的自衛権に関する議論そのものが我が国の周辺のですね、非常に厳しい状況、それに安全保障環境のそういう変化の中で、ね、対応が求められているという問題点、それから国際平和に積極的な貢献というのと、そんなことの理由だと思うんです。それで議論をするということになっているということを、
承知しております。この議論をするにあたってのレースですよね、集団的自衛権の行使ということに関してまずもって歴代の内閣が我が国を守る防衛するための集団諸権との自衛権の行使ということを考えたときに平和主義を掲げている現行法下では集団自衛権の行使は許されたのではないかという解釈をしてきたという事実がありますから、この重みとの比較考慮だと思うんですね。そうか出発です。そして結構解釈という今までの解釈が適当でないという報告書、それを踏まえての議論が始まったわけなんですね。その時の提案というのが成立すると、限定的に集団的自衛権を行使するというのはどうだろう、全面解除じゃないんですね。報告は解除し、じゃあ議論にあたっては少し限定解釈でいこうじゃないかというところで、まあ、問題的になったというふうに思います。でもこれもですね、いわゆる限定的であろうと無制限であろうと集団的自衛権を行使するというその考え方がですね、その現行憲法9条の平和主義の根本原則、そして今ある法体系についてですね、さまざまな影響を与えるわけですね。ですから、その点を重視して、本当にやるんであれば、まず法律の元になっている憲法そのものを改正するかどうかですね、しっかりとやるべきだという強い意見があります。そしてそういったことを抜きに解釈の部分で処理しようということに慎重であるべきだというふうに思いますけど、私はそれは極めて重要にしてきたというふうに思います。ですから、そういう立場があるということと、それからもう一つ、この広島というこの平和をですね、願うこの広島の市長という立場で考えていきますと、今ある戦後70年間日本国が戦争という状況にならなかったという、いろんな説明があろうかと思いますけど、広島の理解とすればですね、今の憲法解釈を踏まえた外交政策を展開すること、そのことが日本国をというかこの諸外国に受け入れられているということが一つあるんじゃないかと思いますね。それとまたそういったやり方を多くの国民も支持していく、つまり国内的にも周辺諸国も今までの解釈を前途してきていたからここまで来たという、まず事実があるということも重く受け止めていく必要があるんですね。でその状況が変わってきたから、じゃあすぐに変えようという議論になっているわけですけど、ここは国民の丁寧な説明と時間をかけて慎重に議論をしてですね、検証すべきだということじゃないでしょうか。やはりその国民の丁寧審査にかかる重大な判断でありますからね、多くの方の納得のような慎重に議論する中でですね、ぜひこのことを決めていただきたいなというふうに思います。確認させていただきたいんですけども、まず1点目はだから解釈の部分で処理しようということには慎重であるべきだという、そういう意見があるというのを私自身は思うけど、もう一つ後半についてはですね、その70年間の平和を保たれている事実を踏まえということは、あまりその今までの解釈を変えるべきではないというお考えのように聞き取れもするんですが、これはその判断する前の前提条件としてはもろですけど、ね、現在この半世紀以上にわたってですね、日本国が平和であったというそのことが、いろんな説明があるかと思いますけども、広島の理解とすればね、現行憲法の下で実際に日本国政府が取ってきた外交政策が諸外国から受け入れられているという結果があるから前提条件に入っていないと、そういう外交政策をやることを多くの国民が支持してきたからできたんだと思うんですね。それがこう変わっていくということですから、もう一回慎重にするというのがある、そしてやらなきゃいけない状況があるというこの対立する意見ですね、これを時間をかけて慎重に議論する中でですね、
国民が納得するような状況を作っていただきたい。今の動きはちょっと急すぎるというふうなあの感覚もお持ちですか。皆さんの受け止め方が急だというふうに受け止めているんですけど、私自身の受け止めは報告者相当がっと、ね、進んだ話ですけども、まあ、総理はそれを受け止めてその少し前で限定的な集団的自衛権の行使の行為が少し、まあ、慎重さを見せたということですね。まあ、それにしたとしても集団的自衛権の行使というそのテーマそのものは重いんじゃないかということを申し上げます。1個だけその個別 の、 その状況で自衛隊がまあ展開をしてもいいのではないかと思われるようなケースっていうのは考えられるのかに。これも特に防衛政策の今後のケースバイケースの話ですから、さまざまな意見ある中でですね、しっかり議論していただければと思います。まあ問題提起されている具体的事象がですね、集団的自衛権という議論を持ち出さなくても個別的自衛権、つまり今の解釈で認めている考え方の中でカバーできるんじゃないかという意見もあるというふうに思っていると思いますので、まあ、それがどちらがいいかということ自身、自分自身まだ結論を出せるわけではありませんし、秘書の立場としてコメントを加えなくてもいいと思います。まあ、そういった対立する意見があるということですから、重ねていますけども慎重な、そしてそれが決まった時に多くの国民がそうだなと納得できるような状況ですね、まず作っていただくということは先じゃないかと思います。よろしいですか。はい、それでは休憩の時間をオーバーしておりますので、本日の視聴者会見ですね、これで終了させていただきます。本日ご協力ありがとうございました。